看護重曹で足りないがあって、うんはいはい、でできなくて、うん、でここプロの方がこう、こういうふうに置いてる、こうなる、ね、でそれがうまくできる、はあはあはあ、こうやってやると確かに回る、回りやすいですね、うん、指を早く動かしたいって、指がついてる腕の楽器を支えるっていう負担を減らすという作戦だと思うんですよ。なので、本当に指の速度にこだわりたい瞬間はそう置いちゃう。思ったらそうです。それそう、じゃあ、音階でも何でもいいので、普段の方構え方で、ダレレレロン、ちょっと早めに。OK。じゃあ、バラバラ作戦いきます。まず腕が楽器を支えるっていう役目からできるだけ解放して指を動かすっていう役目に専念できるように楽器の重さを足に預けましょう。で、預けやすいようにするには足を開いたりとかちょっとこう座り方変える必要があるかもしれない。かなり預けました。じゃあ吹いてみよう。そう、角度がさっきとちょっと違うの分かりますかね。いつもの通りに持ってこの感じね、こうなるよね。じゃあ預けて、そうちょっとこうなりますね。その角度を変えることでやってるのは指をレバーの方により届かせてるんですね、うん、そうあ、それでいいかも。じゃあ吹くぞ、今から速いの行くぞ。そのために指をこっちに持っていこうと思うといいかもしれない。そう、指をこっち。そうすると楽器も右に行って、重さは右足に。そう。はい、吹いてみましょう。そうすると、この形が作れてますね、指のね。